アナランデル軍はアメリカ合衆国メリーランド州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は53万7656人であり、2000年の48万9656人から9.8%増加した。軍の西部はかなりの成長を続けている。軍庁所在地は州都でもあるアナポリス市であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。ただし国勢調査指定地域であるグレンバーニーの人口は67,639人となっている。軍名はイギリスコーンウォールのアランデル家の一員でメリーランド植民治療主第2代ボルチモア男爵セシリウス・カルバートのツマーン・アランデルにちなんで名付けられた。アナランデル軍はボルチモア・ワシントン大都市圏に属している。 メリーランド州の人口重心はアナランデル群及びハワード郡の郡境にあるジェサップという未編入の町にある。アナランデル群の元の軍旗、1996年アナランデル群の軍名はイギリスコーンウォールのアランデル家の一員、初代オーダーのアランデル男爵トマス・アランデルの娘アン・アランデルにちなんで名付けられた。アンは1627年あるいは1628年に 第二代ボルチモアダンシャクセシリウス・カルバートと結婚した。アナランデル軍は当初メディーランド植民地のセントメアリーズ軍に属していた。アンアランデルが死んだ1年後の1650年、アナランデル軍が分離し、植民地3番目の軍となった。1654年から1658年、軍は初期ピューリータン開拓者の多くからプロビデンス軍と呼ばれていた。 イングランド内戦が起きていた1655年3月25日、イングランド共和国を支持するピューリタンの軍隊とセシリウス・カルバートに忠実な軍隊との間に軍内でセバーンの戦いが起こった。ウィリアム・フラーが指揮していた共和国支持軍が勝利した。1694年から1695年、メリーランド植民地の首都はセントメアリーズシティからアナポリスに移された。 この戦闘前にアナポリスはプロビデンスと呼ばれていた。アメリカ独立戦争の時、アナランデル軍民は3個連隊を供出することで大陸軍を支持した。軍内でメリーランド第3連隊、同第4連隊、同第6連隊が編成された。米英戦争の時、アナポリスからアセス・コンスティチューションが出撃し、イギリス海軍の HMS ゲリエールと戦って勝利した。 1830年5月22日、ボルチモアハイオ鉄道の馬に引かせた列車が、ボルチモア市のマウント・クレア駅から、アナランデル郡のエディコットシティまで新しく開通した13マイルの鉄路を初めて運行された。これは、国内初の定期列車運行となった。1831年、この鉄道の西側が、アナランデル郡のハワード地区とみなされた。1851年、 ハワード地区が軍から分離し、州内21番目の軍ハワード軍となった。アナランデル軍には多くのアメリカ合衆国国家歴史登録材がある。アナランデル軍はボルチモア市の南に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は587.90平方マイルであり、このうち陸地415.94平方マイル。 水域は171.96平方マイルで、水域率は29.25%である。軍の境界の多くは水域で規定されている。東にはチェサピーク湾があり、はっきりした半島を形成しているその海岸線も多くの入り組んだ川と湾が作られている。その中で大きなものは、北からマゴシー川、セバーン川、サウス川、ウェスト川である。 パタクセント川が西のプリンス・ジョージズ軍との境になっている。ディープランがハワード軍との北西部軍境となり、ライアンズ・クリークが南のカルバート軍との軍境になっている。北のパタプスコ川はボルチモア軍との軍境だが、この川より南にあるブルックリンとカーティス米の地区は1918年にアナランデル軍からボルチモア市に譲渡された。アナランデル軍は当初、 パタクセント側とパタプスコ側の間、上流はパーズリッジの水源まで全ての土地を領域に含んでいた。この長い土地の北西部は後にハワード軍となり、その境界は大西洋岸打機船の近くを走ることになった。その結果、アナランデル軍の大半は大西洋岸平原にあり、ハワード軍はほとんどピードモント大地の上にあることになった。軍内の標高は、 チェサピーク湾岸やその入り江の海面から西部の滝線近く海抜300フィートまで変化している。地形はほとんど平坦であるか穏やかなうねりを伴っているが、高度が高い地域を水路が切り開いた場所では高さのある岸や崖ができている。ピードモン大地の限られた範囲を除いて、先カンブリア時代から古生代初期の変成岩が地盤となり、その上に 白亜紀初期から関心よのものとされる砂利、砂、泥、粘土が厚く積もっている。これら堆積物の大半は層をなしていないが、特にパサデナ地域では砂岩の層がある。アナランデル群内にはボルチモア・ワシントン国際サーグットマーシャル空港があり、BWI と短縮される。ボルチモア大都市圏の主要空港である。ワシントン DC 地域の住人にとっても、 大体空港として人気が出つつある。サウスウェスト航空の東海岸ハブ空港であり、国内の多くの場所へ直行便が運航されている。メリーランド州交通管理部のライトレールの南部が、ボルチモア市中心街と BWI を結び、アナランデル群内を抜けている。マークの通勤鉄道では、BWI 駅など多くの停車駅が群内にある。 アムトラックの列車も BWI 駅で停車する。さらにローレルを本拠とするコネクト・アライドが軍内西部に2本のルートを運行している。セバーン、アランデル・ミルズ、メリーランドシティ、クレンバーニー、ハノーバー、オーデントンを通っている。ハワード軍のハワード交通シルバー線はアランデル・ミルズのショッピングモールと BWI 駅に停車している。 軍内を週刊高速道路97号線が通っている。これは、軍内にその全体が入っている唯一の週刊高速道路である。週刊高速道路695号線は、マッケルリンベルトウェイ、またはボルチモアベルトウェイとも呼ばれ、軍の北部を抜けている。週刊高速道路895号線、すなわちハーバートンネルスルウェイが軍内を通って、 ボルチモアハーバートンネルに向かう。95号線の支線である、週刊高速道路195号線は BWI 空港に向かう。週刊高速道路595号線も軍中央部を通っている。しかし表示はない。通常はアメリカ国道50号線やアメリカ国道301号線と呼ばれている。その他に、 州道の自動車専用線が軍北部を密度濃くカバーしている。ボルチモア・ワシントン・パークウェイが北西のハワード軍との軍境にほぼ並行して走っている。メリーランド州道105号線は東西方向にパサデナからハノーバーを通ってハワード軍に入り、メリーランド州道32号線はハワード軍コロンビアのミラーズビル近くで、 週刊高速道路97号線に接続し、オーデントンとフォートミードに向かう。メリーランド州道10号線、別名アランデル・イクスプレスウェイは、南北方向に、クレンバーニーを迂回し、ボルチモアベルトウェイとリッチーハイウェイをセバーンパークの北でつないでいる。チェサピーク湾橋は、軍内からチェサピーク湾をまたいでおり、州西海岸部と、 東海岸部のクイーンアンズ群をつないでいる。クロフトンのクロフトン、パークウェアナラ,ランデル群は温暖湿潤気候にある。夏は暑く湿度が高く、冬は冷涼である。年間平均降水量は40インチほどであり、1年を通じて平均した降水量がある。年間平均降雪量はボルチモアワシントン国際サーグッドマーシャル空港で21.8インチほどであり、 空港の標高は148フィートである。高度が高い地域では、冬の気温がやや低く、降雪量がやや多い。海面近くでは、降雪量がやや少ない。アメリカ合衆国農務省による植物体寒性区分では、低地が区分7ビットにあり、冬の最低気温は5ないしかし10度とされている。標高が高い地域は、区分 7A にあり、 冬の最低気温は例ないしかし5度とされている。アナランデル軍庁舎2009年7月、撮影アナランデル軍は1965年からチャーター政府形態をとっている。軍政府は一人の軍執行官と7人の委員で構成される軍政委員会がある。軍執行官と7人の委員はメリーランド州知事と衆議会議員の選挙と同じ年に選挙で選ばれ、 二期まで再選が許されている。アナランデル軍は州内の人口が多い郊外軍やボルチモアワシントンコリダーの都会下軍の中で共和党を強く支持する軍の一つになっている。選挙では共和党が勝つことが多いが登録有権者数では下記のように民主党の方が多い。軍執行官は多くの部門で構成される軍政府行政府を監督する。行政府は 軍の法を執行し、軍政府の運営を監督する。立法府である軍政委員会は条例と決議を採択し、軍内の立法権すべてを掌握する。最近の選挙は2010年11月2日に行われ、共和党4人、民主党3人となった。夜の軍庁舎、2005年6月撮影軍内には、いくつかの警察組織がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アナランデル軍の人口推移を他の22軍及びボルチモア氏と比較すると次のようになる。アナランデル軍内にはメリーランド州法による法人化主張が2つある。未編入領域も町と考えられるが政府はない。アメリカ合衆国国勢調査局、アメリカ合衆国郵便公社、 地元商工会議所など様々な組織がその町を定義している。法人化はされていないので、その境界が定義されていない。アメリカが州国国勢調査局は、以下の国勢調査指定地域を登録している。その他の未編入領域として、次の町がある。州政府の機関がいくつ行政府では、メリーランド州農務省、同航空管西部、 同住宅コミュニティ開発省、同交通省である。独立機関の田園部メリーランド委員会も、軍内未編入領域に本部を置いている。メリーランド州公衆安全共生サービス省が運営するメリーランド共生ハウスが軍内にあったが、2007年に閉鎖された。メリーランド州公衆安全共生サービス省は、未編入の町 j サップで以下の施設を運営している。 コロンビア特別区少年リュハビリテーションサービス省が少年刑務所である新出発少年開発センターを軍内で運営している。以前はオークヒル少年センターもあった。フォートジョージ・ジーミードは大型のアメリカ陸軍基地であり、軍の北西にある。ここには国家安全保障局もある。海軍兵学校がアナポリス市にある。軍内には アナポリス市のアナランデル医療センターとグレンバーニーのボルチモアワシントン医療センターという二つの総合病院がありメリーランド大学医療システムに属しているサンディポイント州立公園が、チェッサピーク湾強制端近く、グロードネック半島の付け根にあるビーチとマリーナがあり年間を通じて多くの祭りや行事が開催されているアナポリス市の自然主現象本部には ヘレン・アバリン、トーズ庭園がある。この5エーカーの庭園には、州の様々な地域を代表するものが置かれている。パタプスコバレー州立公園の東端が軍内に入っており、未開発の森林やパタプスコ川下流の湿地が含まれている。レクリエーションと公園部が、軍民のための包括的レクリエーション体系と価値ある土地の保存計画を実行している。これには、 屋内屋外のスポーツ施設、コミュニティ公園、緑道、考古学、環境、歴史保存地、大型地域施設が含まれている。主要施設としては、ボルチモアアナポリストレール、ダウンズ公園、ジャグベイ出現保護地、子供農場公園、クワイエットウォーター公園がある。その他の見どころとして、アナポリス近くで開催される、メリーランドルネスサンス祭。 メリーランド州会議事堂、アナポリス植民地歴史地区がある。州内でも最大級のショッピングセンターとして、アナポリスモールとハノーバーのアランデルミルズがある。アランデルミルズに隣接して、カジノのメリーランドライブ、がある。ありがとうございます。